皆さんこんにちは。日本で一番ユーモラスな理科の先生、根本万です。令和元年5月1日、いよいよデビューします。簡単な自己紹介をします。まず昨年全国発売されたのがこの本です。日本で一番ユーモラスな理科の先生。教師だったら本気でふざけろ。いや、これはふざけてないです。真面目な本です。興味のある人はぜひ買って読んでいただければ嬉しく思います。この本の中にも書いてあるのですが、中学校理科教師31年の中で2大発明があります。一つは電流検定、略して電検。そして二つ目がリカルタ右脳学習カードです。新スタイルの教育 YouTuber として、このリカルタ右脳カードを使った面白くてよくわかる授業をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。学校の授業は、真面目腐った先生の授業は面白くない。教科書を読んでもさっぱりわからない。そこで私が面白くてよくわかる授業をこれから行いたいと思います。まず皆さんにリカルタというのはどういうものか、お見せしたいと思いますので、ちょっとお待ちください。まずあ行です。
私では覚えられない、忘れてしまうような重要語句やその内容をカード、カルタにすることによって覚えやすくなる。単なる入試によく出る内容以外にためになるユニークで面白いカードがあります。また独創的な根本オリジナルの奈良の大仏左手の法則や光の車輪、水の電気分解の覚え方、リトマス紙など随所に画期的な覚え方、考え方が満載されています。これはカルタという名前がついてますが、一人でもフラッシュ学習カードとして楽しみながら覚えられるものです。このリカルタが右脳学習カードを使って皆様に、今日から、YouTube に、アップしていきますので、ぜひ楽しみにしてください。では今後ともよろしくお願いします。根本万でした。